藤谷蓮次郎です。野口五郎音楽ビギナーによる野口五郎音楽の聴き進め企画いきたいと思います。野口五郎さんの1曲いきたいと思います。がその前にですね、お願いをしておきます。こうして動画をご覧いただいた方はぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。おかげさまで、五郎さんについて私が勝手な曲を聴きながら勝手な思いを語っている動画のシリーズはかなりご覧いただける方が増えてきたんですが、それでもまだかなりの方はチャンネル登録をしていただいてないようなので、できるだけ、チャンネル登録のお願いします。そういう方が増えていかないとなかなか続けられませんので、ここは一つ助けると思ってよろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる曲は前回のシスコドリームの次、いや前ですね、のシングルになるのかな、ローリングサマー、真夏の夜の夢、女になって出直せよの裏がシスコドリーム、その前の真夏の夜の夢の裏がこのローリングサマーです。詩は阿久悠さん、そして曲と編曲は堤恭平さん、堤恭平先生ですねが担当してらっしゃいます。この頃の五郎さんはギターを抱えて、歌番組等でもギターを抱えて、ギタープレイヤーとしての才能の豊かさというのも、まあ、控えめにではありますけども、今ラリー・カールトンの方の紹介をずっとしてまいりましたが、まあ、あの世界観から比べるとだいぶ控えめに、やはりギタープレイそのものがガンガン聴かせるというのではなくて、まあ、ちょっとね、うわかっこいいっていうのをちょっとずつ残すという程度で、やっぱり歌謡曲の枠っていうことを意識されたのか、そういうふうになさってましたけど、その時代のシングルレコード真夏の夜の夢、これ自体前に取り上げましたけど、これはもう私がもともと知っている五郎さんの曲の数少ないうちの一つでスマッシュヒットしましたよね。確かベスト10のようなヒットチャート番組にも、ランクインしてたかなというふうに私は記憶しておりますが、で、ローリングサマーなんですが、今これを取り上げた理由はですね、前回と同じで、五郎さんに対する作詞家たちがどういうアクションをしていたか、どういう、詞をつけていたかというところがちょっと気になりまして、というのは今ラリー・カルトンもそうですし、からその前ライブの偽ゴロイン偽シアターでも見たんですけど、麻生幸太郎先生、それから及川幸平さん、及川先生ですね、でそういう方々、割と限られた、作詞家たちの作品というのが、もちろんシングルがないということではないんだけど、まあ、アルバムとかあるいはステージでは多いわけなんだけども、シングルレコードでは違う作詞家たちが結構起用されていることがあるなと。前は松本隆さんで一回取り上げましたけども、今度は阿久悠さんで取り上げてみると、阿久悠さんこの頃まさにジュリーさんの詩で全盛期、ただもうそろそろジュリーさんとは1980年くらいを境に離れていくんで、まあある意味もう日本の作詞家のトップの売れっ子だった時代ですよね。でこの詩すごくてですね、どうやら非常に美しい、やっぱり年上なのかなという女性に出会って一目惚れして、その一目惚れもすごくてですね、雷に打たれたよう、確か雷に打たれたようなだったかな、だからとにかくショックを受けて、もうぼーっとして気が遠くなるようなみたいな歌詞があったと。いやそこまで言いますか、阿久さんって感じなんですけど、とにかく惚れてしまった。でそれまでの僕はどちらかというと内気で、まあ世の中の菊を超えるようなこと、枠を超えるようなことは、ね、一度もしてなかったみたいなことを歌ってるわけです。そういう意味でね、阿久さんの詩、阿久先生の詩としては少し理屈っぽくはなってるんだけども、いかに純情な自分が生かした素晴らしい女性と、運命の女性と出会って、この恋のために滅びてもいいとまで思い詰めてるかという詩なんですけど、それをですね、堤恭平さんの鮮やかなメロディーで歌っています。ただ五郎さんファンの人の中で多くこのコメントで寄せられているものを見ても思うんですが、切なく滝るような切なく盛り上げるような、
五郎さんのボーカルではなくてロック調の素早いスピーディーなボーカルになっています。まあ、これをかっこいい鮮やかと見るか、あるいはもっとゴロ聞かせてよって思うか、どうでしょうね。これ人の好みが分かれるところだとは思うんですが、ただご存知のようにこの A 面の真夏の夜の夢は当時の五郎さんとしてはスマッシュヒットした曲なんで、まあ期待されたセールスは上げたんだとは思うんですが、確かにこう五郎さんのシングルレコードの系列において考えるとあれっていう感じではあるんですよね。そういう意味でちょっと意外性があって面白いなと思ったので、まあこれもローリングサマーアハハっていうのが、サビになってて、結局こう転がるように、打ち震えるまでの恋愛にぶつかった自分、その一人の女性に夢中になってる自分というのをスピーディーなメロディーサウンドの中で歌ってるという曲です。ちょっと五郎さんとしては珍しい世界観かな。前回のというか曲としては後なんですけどシスコドリームと同じような感じかなと思いますけど、シスコドリームの方がまだちょっとサンフランシスコという土地を置いた分ドラマとしては綺麗に立ってて、こっちは少し理屈で流しちゃったかなっていう面はありますけどね。まあ野口五郎のシングルの B 面あるいはシングルレコードの中でって考えると面白い曲だなと私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。今日は野口五郎さんの真夏の夜の夢の B 面ローリングサマーというちょっと変わった曲をご紹介いたしました。ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。また来週五郎さんの曲取り上げたいと思います。それからラリー・カールトンの紹介の方もよろしくお願いいたします。失礼します。